いやもうそろそろかな。こんにちは、カパパです。宇都宮から往復1000キロ、滋賀県の志津ヶ岳に登ってきました。今回はですね、新幹線を利用した弾丸登山、なんと日帰りです。東京出た頃はね、曇り空だったんですが、登山口に着いた頃はね、雲一つない快晴になりました。はい、コースはね、志津ヶ岳リフト下からスタート。約1時間登ると山頂です。では行ってみましょう。こっち行くんだ。なんかさ、さっき、あ、これがリフト。ああ。はい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 。いや、かわいいリフトだな。ちょっと下りでも乗ってみますかね、これ。いいね。はい。1.5 キロ。はい、今日はね、幼馴染の、W 君と、こっちま、滋賀県、志津ヶ岳まで、新幹線でね、やってきました。まあ、いい感じ。今日涼しくてね、すごく気持ちいいです。いやー、つづら折りにね、ずっと登ってきたんですけど、だんだん空がね、近くなってきました。あの、山鳴りもすごいんだけど、で、リフトのモーター音がね、もうかなりうるさくなってきてるんで、あ、そこか。うん。あ、これだ、これだ。いや、結構きつかった。ここはリフトの上野駅ですね。で、地図だとね、そう、こっちから合流して、で、こっから山頂に向かって行くんですけど、これ眺め良さそうだね。東屋もある。失礼します。おお。あ、これが慰霊碑なんだ。はい。山頂の方にね、向かっていきましょう。一番上のてっぺんかな、なんか見えるね。いや、よく宇都宮から来たよな、ここまで。えらい、58歳後。いや、もうそろそろかな。さあ、来ました。
ケードバー。はい、じゃあトップオブザトップに行きましょう。来たねー。ああ、ものすげーこれはすごい。ああ、なんかかすかに、なんかシャウエッセンの匂いが。あそこで焼いてるのか。すっげえいい匂い。あれ、横だね、横。うん。やっぱり琵琶湖に比べると、うん、そうだね。ああ、こっから横が見えます。素晴らしい。すげえ。懐かしいね。柴田の本陣で佐久間盛政、これがいわゆる鬼現場。なるほどなるほど。今僕らここですね。ああ、こうなってんだ。はい、柴田のね、本陣っていうかあっちにあったそうですね。でそこら辺、うん。で、この辺がね、激戦地帯。で、山をね、越えて、もう向こうがね、琵琶湖です。すごいとこだね。まあ、俺ら歴史オタクだけどね、ここは来たかったね。いいとこだわ。おお、素晴らしい。はい、今ね、1時16分です。ちょっと風強いんで、降りましょう。あの、宇都宮のね、帰んなきゃなんないんで、名残惜しいんですけど。素晴らしい絶景をあの目に焼き付けてね、おります、参考にねさせていただいた関西登山記の動画まあ半分ぐらい参考になりましたんで、どうもありがとうございました。でもすごいちょっと登った割にはこんな絶景が見れて本当に素晴らしいですね。あ、これあれだね。リフトで来た人は、突っかけてきてんで、ね。まあ、それもいいと思うんだけど、とにかく素晴らしい。みんながね、登れる山が一番いいと思います。はい、じゃあ、帰りはロープウェイ乗ります。ロープウェイじゃねえ、リフトか。実はね、これを乗りたかったんで、正直。はーい、よし、来た。おお、これは結構迫力あるよ。おもしー、待って、手振って、はい。いや、今日はね、ほんとお天気に恵まれてね、宇都宮駅をね、6時半ぐらいの新幹線で、で、東京に行きましてね、で、東京から久しぶりに光に乗って、ほんとにね、いい座席に座りながら、米原まで来て、で、レンタカーでね、ここに来て、まあ、今、静ヶ岳登ったんですけど、いやー、最高でしたね。はい。今回はね、まあこれで今日、なんか食べて宇都宮に戻ろうと思うんですが、本当にね、弾丸登山で、なかなかこういうことできないと思うんですけど、非常に楽しかった、まあ、静ヶ岳の山登りでした。はい、今回もね、ご視聴いただきありがとうございました。カパパでした。